岡田明信は、大阪府大阪市中央区出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、阪神タイガース第30代監督を務めた。現在は、デイリースポーツの野球評論家、読売テレビ、朝日放送、東日本放送の野球解説者を務めている。大阪市中央区玉作りで、大阪市公所という町工場を経営していた、父親は、 阪神の有力講演者で、村山実、藤本勝美らと親交があったことから、幼少時よりタイガースと不深く育った。東大阪市にある、私立朝日が、岡幼稚園に入園後には、当時のタイガースの肖像類種だった、三宅修士とキャッチボールし、それ以来、三宅に憧れを抱いたという。岡田が後に、タイガースへ入団し、背番号16を希望したのはかつて三宅が、 着用していた番号だったからである。大阪市立愛美小学校5年生で南海ホークスが運営していた少年野球チームリトルホークスに入団、本格的に野球を始めた。父親の町工場においても草野球チームを結成し、岡田自身も村山が着用している背番号11をつけてマウンドに上がった。また、阪神甲子園球場へ、 タイガースの試合を見に行くことがあったが、観戦する場所は、ネット裏や、タイガースファンの多い一塁側ではなくて、木側ベンチの、ある三塁側で、その理由として、読売ジャイアンツの長島茂雄を一番近くで見ることができる上、そこから矢地を飛ばすためだったという。1972年、病状中学校三年生時に、中学野球大阪府大会で優勝し、 1973年3月に行われた村山の引退試合の前に最後のマウンドへ上がる村山のキャッチボール相手を務める。岡田は同年、有田文雄を要する北洋高校に進学、左翼士としてプレーする。同年の第55回全国高等学校野球選手権大会に出場を決めると、有田が3回戦でノーヒットノーランを達成。 準々決勝で愛媛県立今治西高等学校に敗退した。3年生時の1975年にはエース県4番打者として予選決勝まで進出するも強国高等学校に敗れ甲子園出場は果たせなかった。この頃、読売ジャイアンツからドラフト指名の話を受けたことがあったという。岡田はプロ入りせずに早稲田大学野球部のセレクションを受験。 十五打数十四安打十四本塁打という驚異的な打撃力を見せて一発合格を果たす。東京六大学リーグでは九百七十六年秋季リーグから七番左翼手でレギュラーとなり江川るから三安打を放って注目を浴びる。二年生からはかつて憧れていた三宅と同じ三塁手として小番を任され九百七十八年秋季リーグでは三冠王に 輝き、4年振りの東京6大学リーグ優勝を果たす。1979年春季リーグでは、首相としてリーグ連覇に貢献し、同年の全日本大学野球選手権でも決勝に進むが、高坂秀則、高木豊を擁する中央大学に敗れ、準優勝に終わる。第7回、第8回日米大学野球選手権大会にも出場し、 全日本の4番打者として全試合に出場した。岡田の6大学における通算成績は88試合で309打数117、アンダ、20本類が81打点、打率。379で打点と打率は東京6大学リーグ記録として現在も破られていない。また、1977年周期から5期連続でベスト9に選出されたほか、 1978年春季、対東京大学に一回戦では、史上二人目のサイクルア安打を達成するなど、岡田は大学野球の花形選手となった。なお、岡田は4年間で、指定取得単位が不足していたため、早稲田大学中退となる。上記のように、東京六大学野球史に残る記録を次々に、樹立したために、プロ野球各球団の岡田獲得競争は一気に、加熱。 ドラフト会議の目玉となった。岡田は10月29日のプロ入り表明会見の席において希望球団を問われ、阪神だったら最高ですが、阪急などの在阪球団を希望している。その他の球団ならば、指名時に考えてみる。しかし、フロントがしっかりして優勝を争える球団なら行きたい。巨人、西部も優勝を狙えるし、良いですねと答えた。しかし、 後年のインタビューでは、僕が一人っ子だったことで、母が関西に帰ってきて欲しいと思っていたから、実際は阪神だけでなく阪急、近鉄、南海という関西の球団ならどこでもよかったと語っている。ドラフトでは前述の在阪球団全てが岡田を1位、指名したが、抽選の結果、阪神が交渉権を獲得、岡田の阪神入団が決まった。 契約金六千万円、年俸百八十万円。希望通り阪神タイガースへ入団した岡田だが、九百八十年春季キャンプで、監督のドン・ブレイザーは、岡田はまだ新人。じっくり鍛えた方が良いという考えで、二塁や外野の練習をさせていた。岡田は、ブレイザーとの初対面の際に、通訳兼コーチの市原実を介して、いくら力のあるルーキーでも、 メジャーでは、最初から試合に起用することはないと告げられたが、岡田は、そんなん関係ないやんという反骨心が芽生えたと著書に、記している。しかし当時の野手陣には三塁手に、ミスタータイガース掛布正幸、遊撃手として岡田が入団する前年に、太平洋、クラブライオンズ、クラウンライターライオンズから加入して、後に、岡田の後任で、阪神監督を務める真由美明信。 二類種に中村勝弘、坂木原義幸とヤクルトスワローズから獲得したデイブ・ヒルトン。一類種にマユミが加入前まで遊撃手だった藤田平がおり、岡田の入る場所はなかった。しかも、ヒルトンはアリゾナキャンプの途中からチームに合流したため、二類へのコンバート計画を聞いていた岡田は、なぜ二類種のヒルトンを獲得するのかと複雑な気持ちになり、間もなく、 ブレイザーからは、外野の練習をするように指示されたという。1980年の先発内野手は、一塁手、ヒルトン、二塁手、加藤博一三塁手、掛布正幸、遊劇種、眉美明信の夫人でスタートした。ヒルトンは、オープン戦で、特大ホームランを放ったが、シーズン開幕直後から、打撃不振に陥った者の,の守備面が評価されて、起用され続け、 その後、掛布が不祥離脱した4月19日、20日も岡田の起用が見合わせられたため、ファンの間から、なぜ岡田を出さないという不満が盛り上がり、ファンの一部からは、ヒルトンやブレイザーを悪者扱いし、さらには妊娠中の妻が同情していた、ヒルトンの車を取り囲み罵声を浴びせ、車を蹴るといった嫌がらせが激しくなった。4月22日の大太陽戦前に、 小津章次郎球団社長が、ブレイザー監督と2時間会談して説得し、その日以降は岡田が三類種で起用された。ヒルトンは18試合出場、打率19。197、本類打0本の不振から抜けられずに5月10日に解雇された。阪神球団は新たに、ブルース・ボークレアが野手を獲得したが、これに反対するブレイザーと球団の関係が極度に悪化し、5月15日。 球団は不明瞭な形でブレーザーを解任し、コーチだった中西太氏に監督を交代させた。掛布が復帰した5月17日以降は二類種で起用され新人王につながったが、自らの力でチャンスをつかみたかったので、当時ヒルトンが出場するたびに岡田岡田とコールが湧いたことに対して、後年のインタビューであの岡田コールは嫌だったと苦言を呈している。また、 後年、ブレイザーに親しい人物から、ブレイザーの、憎くて使わなかったのではなく、期待されて入団してきたルーキーだから余分な力みを、生まない、楽なところから使ってやりたかった。だから、時期がずれたというコメントを伝えられ、今となればこのメッセージは、ある程度、理解できるようになった。ブレイザーもかなり悩んだのだろうし、考えたのだろう。自分も監督になり、そのことは、 よくわかったと著書に記している。この年、オールスターゲームの第1戦において22歳7ヶ月で代打本塁打を放ったが、これは2015年の第2戦で19歳11ヶ月だった森友成が代打本塁打を放つまで、オールスターでの代打本塁打の最年少記録だった。ブレイザー監督とヒルトン対談の栄員となった、この年の岡田のポジションは、 掛布ふまが故障したことで三類種が最も多く二類種、一類種でも出場している。打順は前半の8番から次第に順番が繰り上がり、終盤は降番で起用された。1981年には初めて全130試合に出場し、20本類打を残す。ポジションは二類種に固定された。1八十二年に安藤元監督が就任し、 初の打率3割を記録した。1983年も開幕から79試合で18、本塁打を記録し、本塁打大争いにも加わっていたが、7月10日の対広島戦で、右大体に投筋を断裂し、残りのシーズンを棒に振る。以後、脚部の負傷に悩まされることになる。岡田が離脱した二塁手に、遊撃手だった、真弓や木信が入り、空いた。 遊撃手は平田勝雄が入った。1984年5月19日対広島戦からスタメンに復帰した。当初二類種を中心にランディバースの帰国時などに時折一類種も守るという形だったが、後半戦は主に浴翼種で起用された。打撃は打率297、本類打15本、51打点と故障分けとしては悪くない成績を残している。 1985年、吉田義雄監督が就任し、真由美と入れ替わり、再び二塁手に戻る。4月17日、甲子園での退巨人戦で、バース、掛布に続き、バックスクリーン3連発の締めを打った。この時、バース、掛布と続いた後の岡田の打席にかかるプレッシャーは、大きく、ヒットで良いという考えはなかった。こうなったら、ホームランを狙うしかないやろう。 絶対、スライダーしかないな、と後に振り返っている。また、バックスクリーン3連発前日の対巨人戦でも、1から2で迎えた4回裏にし、至球で出塁した岡田は、佐野則義が放った平凡なフライを、遊撃手、河野和正が落球する間に一塁から一気に、本塁生還し、大量7点の猛攻へとつなげる活躍を見捨てている。監督の吉田義雄も、あの、 岡田の全力失走が大きかったと評価した。同年8月12日、当時の球団社長だった中野はじめが日本航空123便墜落事故で死亡するという悲劇が起こった。特に阪神ラインの中でも中野に目をかけてもらい、自らも飛行機派と称していた岡田の受けたショックは大きかったという。8月は打率4 2 9 1例本塁打。 31打点の活躍でプロ入り初の月間 MVP を受賞。さらに9月15日の甲子園での対中日戦では、サヨナラに何本類だ。翌16日にもサヨナラ中前打を放ち、2試合連続サヨナラ打を記録する。最終的に選手会長権5番打者として、バースに次ぐリーグ2位の打率。342リーグ4位の35本類が、 リーグ5位の101打点という自己最高の好成績を残し、真ゆみ、バース、掛フラと共に、球団初の日本一に貢献した。1986年は前年と同じく5番にいる一種で、開幕スタメンを迎えるが、4月後半に掛フが故障離脱したのに伴い4番打者に抜擢された。5月半ばに掛フが復帰すると5番に戻るが、この年の掛フは、 再離脱を繰り返したため8月末以降はシーズン終了まで4番打者を務めた。9月3日に父を亡くしたが翌9月4日の対対応戦に出場してホームランを放った。前年よりは数字を落としたが打率268本類打26本打点70と主軸打者にふさわしい成績を残した。1987年は打率2割5部台。 本類打14本とチームの不信を語るような成績になるが、その後は3年連続20本類打を記録した。1988年に村山実の監督が就任し、開幕時は5番二塁手で、5月以降は4番二塁手で起用された。打率、267、本類打23本、打点72と打撃成績が復調した。百八十九年、 かけふの引退に伴い、大学時代に守っていた三塁手に、コンバートされた。6月25日の甲子園での対巨人戦、1から4で迎えた八回裏に四万塁類で、ビルガリクソンから左翼、ポールキワへ、劇的な逆転万塁本塁打を放った。くしくも30年前の天覧試合と同じ日で、スコアも5から4と、裏返しとなり、天覧試合勝利投手の巨人監督、 藤田元次の目の前で敗戦投手だった村山実の仇のあだ打ちを果たした。イニングの最初にスコアボードを見て似合うと満塁なら自分まで回ってくると思っていたら本当に回ってきたと後に語っておりヒーローインタビューでも3点差だったので満塁で回ってきたらホームランしかないと思ったと胸を張った。この本塁打を含めて月間8本塁打などの活躍で 同じく旧本類だのチームメイトのセシル・フィルダーを抑えてプロ入り2度目の月間 MVP を受賞した。1990年からは八木博士の台頭により二類種に戻った。1991年は規定打席到達では自己アーストの打率、アンダー、打点に終わる。1992年、日本プロ野球選手会会長として FA 制度導入に尽力する。 選手としてはこの年から二類を和田豊に譲り、一類にコンバートされる。シーズンでは、新庄剛や亀山勤の対等に加えて、打率1割台と深刻な打撃不振に陥り、先発出場は激減。4月25日の試合では代打に亀山を送られた場面もあった。この夜、遠征先の宿舎で食事中に亀山が誤りに来たのに対し、 お前は何も悪ないやろうと答えたが、その模様を他の若い選手が見て見ぬふりをしているのに気づき、自分に周囲が気を使っていると感じていた。1993年、再び前足として起用されるようになるが、出場機会は前年よりさらに少なく、体力の衰えという理由で、半身を自由契約になる。ちなみに、真由美が、 岡田より阪神入りが1年早かったため、現役選手在籍最古さんにはなれなかった。翌1994年のキャンプイン直前に、大木明が率いるオリックスブルーウェーブに入団。その会見では、これからも阪神ファンであり続けると、涙ながらにタイガースとの別れを惜しんだ。その直前、 週刊市場で不倫スキャンダルを暴露され、そのまま現役引退の危機にさらされるが、調査によってスキャンダル自体が自傷。愛人の女が金銭目当てにでっち上げた作り話と判明。さらには岡田が恐喝され200万円を脅し取られる、被害を受けていたことが明らかとなり、警察の強制捜査に発展し、最終的にはこの女が恐喝容疑で逮捕されて一件落着となった。 この際には、豊富な技術と経験を持つ岡田を諦めきれない、オリックスがリース会社が本業であることから社内に、豊富なノウハウを持つ調査要因を有しており、これを動員して、真相の短所をつかみ、後に強括事件としての刑事捜査につながっている。1994年の春のキャンプ中、オリックスに89年1位で入団しながら、伸び悩んだパンチ佐藤が、フジテレビ、 プロ野球ニュースのカメラの前で、今年、復活にかける男と宣言。この年半身から移籍した岡田を見つけると、岡田さん、一緒に映ってください。一緒に、カメラの前で、今年復活にかける、と言いましょう。と力強く誘ったが、岡田は引きつった笑みを見せながら明らさまに嫌がり、復活って、俺は、そうやが、お前、ええ時あったんかと返した。なおも、いや、これでも、 お立ち台に立ったこともあるんです。今年にとにかく賭けてるんです。一緒に移りましょう。と食い下がったが、一流選手としてのプライドが高いことで有名な、岡田が呆れ返り、復活って、お前、何もないやないか、一緒に住んなよと、あくまで拒否。パンチにとって、吉祥とは言えない、現役最後のシーズンの始まりであった。オープン戦では打席に立った時に阪神ファンからも、 応援される光景が見られた。1995年、出場機会も減り、10年ぶりの優勝をオリックスで経験したのを花道に現役引退した。日本シリーズでの出場機会はなかった。翌1996年3月、古巣、阪神とオリックスのオープン戦が引退試合となり、岡田は試合終了後に阪神、オリックス両選手から胴上げされて、 グラウンドを去った。現役中は、スポーツ用品メーカーである SSK のアドバイザリースタッフを務めた。1996年、オリックス二軍女監督兼打撃コーチに就任。1998年、二軍女監督兼打撃コーチとして、阪神に復帰。またこの頃、自動車運転免許を取得。翌1999年には二軍監督兼、打撃コーチとなる。 ここで育成していた選手たちが後に主力選手に成長することになる。2000年から2002年までは2軍監督。1999年と2002年にはファーム日本選手権で優勝し、2度日本一となった。後の1軍監督隊人事に思い出として2軍で若手が育っていくのが楽しみで、それが思い出に残ると語っている。 2003年に一軍内野守備総類コーチへ配置転換。三塁ベースコーチを担当した。三塁ベースコーチとしての状況を判断は正確無比であった。2003年オフ、星野千一が健康問題のために監督を優退したのを受け、公認として一軍監督に就任。球団史上初の大阪府出身の監督となった。就任時の挨拶は、 期待してもらって結構です。監督初年度の2004年は、井川慶良優勝に貢献した選手の不調に加え、イラブ・ヒデキのセットポジションの欠点、ジョージ・アリアスの好不調の波の激しさ、マイク・キン・ケイドの度重なる死給による怪我、さらにジェロット・リガンの負傷やその年に、開催のアテネオリンピックの野球に出場した、ジェフ・ウィリアムスと、安藤雄也の不在による、 戦力低下が響いて4位に終わった。2005年9月7日、名古屋ドーム、中日との2ゲーム差での首位決戦において、9回表の微妙な本類クロスプレイで、アウトの判定が伏線になり、その直後の9回裏本類セーフの判定に激行し、選手全員を一時引き上げさせ抗議。その後試合は再開するも、赤星のりひろの落球で一打さよなら負けのピンチになる。ここで、 監督就任を初めてマウンドへ向かい、クローザー、久保田智之にかけた言葉は、もう打たれろ。打たれてもお前は悪ないからな。俺が責任持つからもう無茶苦茶ほったれ。というものだった。久保田は、後続の渡辺博之、タイロンウッズを連続三振で抑え、11回表の中村豊の本塁打が決勝点となり、死闘を制した。この一見投げやりにも取れる。 言葉の裏には、たとえこの試合に負け、さらには、優勝を逃したとしても全責任を自分が背負うという強い覚悟が込められていた。試合終了後、中日監督の落合博光に、今日は監督で負けたとまで言わしめた。結果的にこの戦いを境に阪神は、連勝を重ね、ローの誕生日に当たる9月29日、甲子園球場での大巨人戦で、リーグ優勝を達成した。 しかし、日本シリーズは千葉ロッテマリーンズに4戦四敗のストレート負けとなった。また、その際にリードされているからという理由で JFK を起用しなかったことにファンや解説者にマスコミなどから不満が上がった。11月19日、甲子園球場で開催されたファン感謝デーのイベント、夢の OB 交流戦という紅白戦で、岡田は白組のプレイングマネージャーとして出場。 試合の最後に、代打、俺で打席に立ち、さよならにン本塁打を打ち MVP に輝いた。2006年3月6日、絶滅が危惧されている、野生の虎を保護するため、虎保護基金に2006年シーズンの公式勝利数と、同じ数の虎保護レンジャー用の装備を寄付すると表明。そして、2006年の勝利数と同じ84個分の、 装備品の代金75万6千円を寄付した。この活動が評価され、12月12日に、インド政府から、阪神の最後まで諦めない姿勢に勇気づけられた。支援に非常に感謝しているなどと記された、感謝のメッセージを受け取っている。2007年6月8日の対オリックス戦の8回裏、打者、鳥谷隆の守備妨害をめぐり、急進の谷博史に抗議を行った際に、 谷の胸を突き飛ばし、現役、コーチ及び監督生活を通じて、初めての退場処分を受ける。8月16日の対中日戦では、8回裏に一塁走者が二塁で、アウトになったことをめぐり二塁類進の井野治に、抗議して胸を突き飛ばしたため、二度目の退場となった。なお、同じシーズン中に二度退場になった監督は他にも、 複数いるが、阪神では岡田が初であり、セリーグ日本人監督でも初めてであった。2008年、チームは開幕からスタートダッシュに成功し主位を独走していたが、北京オリンピックの野球日本代表に主力である、荒井孝弘、矢野照弘、藤川球児を派遣して以後、チーム状態が空転し始め、打撃陣の不振や故障者の続出などで、一時は13ゲーム差を、 つけていた巨人に終盤で逆転されペナントレース優勝を逃した。この責任を取る形でこのシーズン限りでの辞任を発表した。クライマックスシリーズ第1ステージ最終戦で敗退したことでこのシリーズが最後の式となった。試合終了後、選手会長の赤星のりの発案により、選手、コーチから監督を務めた年数と同じ5回を上げされた。 2008年11月、デイリースポーツ新聞社と客員野球評論家として契約を結び、自伝コラムを年末にかけて執筆。2009年2月1日の朝日放送、トラバンで解説者としてデビューし、朝日放送、スカイエーを中心に在阪局でプロ野球解説者として出演した。4月12日の巨人対阪神戦での日本テレビによる中継に招かれ、 解説者としての全国デビューも果たした。特定のつぼねの専属解説者になるのは、どこかの専属で行動を縛られるのは避けたいという、岡田本人の意思もあり、見送られた。評論家活動とは別に、2009年シーズン開幕前に、岡田は、日本プロ野球機構から、調査委員会の委員として任命された。通常の任期は2年だが、後日のオリックス監督就任に伴い1年の、 人気を残して退任している。オリックス監督時代で、P 岡田が勝ち越し本塁打を放ち勝利。阪神監督時代から通算400勝目を達成した。6月8日に、投手コーチである星野伸之が休養に入り、後任には小林博士が就任したが、小林の経験の少なさから、投手起用についても自身が決定することを明言し、投手コーチも兼任することとなった。 このシーズンは交流戦で優勝を飾り、T 岡田や、投手の金子千尋の躍進があったが、後半に入って敗戦が増え、最終的には5位に終わった。2011年シーズン序盤は、チーム打率が2割を切るなどの極度の打撃不振に、落ち入り一時は最下位となった。交流戦に入ると調子を取り戻し15勝7敗2分の2位と、躍進したが、その後は、 大型連勝と連敗を繰り返し、甲不調の波が激しかった。7月2日3日に福岡ソフトバンクホークスに2日連続のサヨナラ勝ち、そして5日には東北楽天ゴールデンイーグルスにもサヨナラ勝ちを収め、阪神監督時代の2008年9月9日の11日に東京をヤクルトスワローズ相手に3試合連続サヨナラ勝ちして、以来2回目の3試合連続サヨナラ勝ちを達成した。 プロ野球史上唯一の監督となり、8月7日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、監督通算500勝を達成した。しかし、引き分けでもクライマックスシリーズ進出だった。最終戦に敗れて1猛差で埼玉西武ライオンズに3位を奪われ、チームとして3年ぶりの CS 進出、A クラスを逃した。また、この年は不審に見舞われたキャプテンの後藤光ーや、アーロムバルディリス、 さらに中盤には4番の T 岡田といった主力選手を次々に2軍落ちさせるなど、阪神監督時代ではあまり見られなかった1軍と2軍との選手入れ替えを頻繁に行う采配が見受けられた。自身の幕のなかったポストシーズンには巨人の内紛について評論、サッカー、日本代表が野球の影に隠れてしまうことを憂う一面を見せた。 2012年は前年オフに大型補強を行い、優勝を口にするほどであった。しかしシーズンでは主力選手の相次ぐ故障離脱もあり、開幕早々から低迷。4月に一度だけ勝率を5割に戻したことはあった。ものの貯金を作ることは一度もできず、パリーグでいち早く B クラスが確定。さらに3年契約が期間満了を迎えることを受け、9月22日に、 球団から契約を更新しないことを告げられ、シーズン終了をもって正式に退任することが発表された。退任発表時、球団側はシーズン終了まで指揮を取らせる方針であったが、シーズン再開が確定した翌日の9月25日、来シーズンを見据えたスタートをいち早く切りたいという理由で、方針転換。ヘッドコーチの高城信弘と共に休養することを発表。 事実上の解任となった。2013年からはデイリースポーツの野球評論家に復帰、同市では1月から球界の春の話題などを独特の見解で定義づけるコラム、岡田辞典の連載を開始した。また、そらそうよよく口にしていることを踏まえて、阪神元監督岡田流野球論、岡田明信のそらそうよという連載コラムを週刊ベースボールで担当。 朝日放送、読売テレビタイガーズ愛を中心に、プロ野球中継での解説も再開している。2017年からは、大学の後輩にあたる江尻慎太郎と共に、東日本放送の東北楽天ゴールデンイーグルスの公式戦中継や、スポーツ番組で解説を務めている。監督としては、堅実を重視するスタンスである。岡田は、著書で、 こと野球に関してはマイナスから考えるのだ。常に最悪の事態を想定してゲームを進める。これが自分の監督論と言えると記している。メジャーリーグで開発された確率論を根底にするセーバーメトリックスに近い考え方をベースにしたチーム作りを理想とする。岡田は著書でセーバーメトリックスに関する本を読んだことはなく文献や 理論の存在を知ったのも後からであって、自分の実践した野球が少しセイバーマトリックスを使った野球に重なっていたと知るし、セイバーマトリックスの戦略を用いているという交換の噂は正しく言えばそれは間違いであるとしている。阪神監督就任当時少なかったバントが2008年にはリーグトップとなった。これについて考えが変わったわけではなくチームの陣容が変わり、 チームのストロングポイントを最大限に活かせる確率を追求した結果と説明している。バントについて基本的にはアウトをなんで一つやるのかという思いが根底にあるとしながらも状況に応じた必要性は否定していない。ただしスクイズプレーについては打者に与えるプレッシャーの高さからサインを出さない。二千十一年八月十二日の対西部戦でのスクイズが 阪神時代を含め監督就任953試合目で初めての成功事例になった。選手のコンディションや相手チームとの相性で打順を組み替えたり、先発ローテーションを崩したりすることは基本的には好まない。ベンチワークの必要のないスタイルの確立されたチームこそ最強という持論がある。岡田はベンチで何もしないで言葉も出さず気がついたら1対0で勝っていた。 そういうゲームができるチームの監督が理想と記している。2004年に金本智明を4番に据えてから交付町に関わらず5年間一度も動かさなかった。これについては金本が休まず試合に出るチームの柱という岡田の考える4番打者にふさわしい選手だからであるとしている。また投手分業の JFK の確率なども岡田の勝利の方程式を重視する思想が 色濃く反映された結果である。ピンチに陥った投手などに対して、他の監督では自らマウンドに行く光景がしばしば見られるが、岡田の場合は、阪神では2005年9月7日の対中日戦、2006年6月1日の対楽天戦の久保田、2006年8月31日の対中日戦、2008年7月18日の対中日戦の藤川、 オリックスでは2010年8月22日の対、ロッテ戦と2011年6月15日対、横浜戦、2012年7月10日の、大楽天戦の岸田守に対しての7度だけである。このうち、さよなら負けを喫したのは7度目の試合のみである。岡田は、著書、頑固力の中で、マウンドに行き、投手、もしくはバッテリーにアドバイスを送るのは監督ではなく、 ピッチングコーチの仕事である。任せるというキーワードが監督とコーチの信頼に繋がるのだと知るし、マウンドに行ったケースのうち2005年と2008年の対中日戦はいずれもペナントレースで重要な意味を持つ試合と考えていたと明かした上で、本来こういうマウンドパフォーマンスは私には似合わないし、決して好きな行為ではないと述べている。 自身は二軍の下積み経験がほとんどないが、二軍の若手選手への思い入れは強い。阪神監督時代は、試合のない日もよく二軍の坂上なりオバマ球場で目撃されていた。ファームからも若い選手をしっかりと育てて野球を仕込む。そして監督があれこれ手を尽くして、チームの結果を積み重ねていく。そういう監督業こそが面白いのであるという。 自らが現役時代に首位打者まであと一歩に迫りながら逃した経験から選手企業において個人記録を重視しておりチームの勝利が最優先であることが大原則という条件付きながら監督として手助けできることがあれば最大限に手を貸したつもりであると述べている。金本の連続試合フルイニング出場、鳥谷隆の連続試合出場の記録更新。 坂口ともの首位打者争いなどにも全面的に協力する姿勢を貫いていた。2008年の終盤に JFK を酷使したと批判されたことについては常に彼らの疲労度を見ながら起用していたと反論し彼らにとってはその一球一イニングが自らの年俸や評価をアップさせる生活の糧なのであると記している。日本シリーズや クライマックスシリーズなどの短期決戦で行われるポストシーズンゲームではその時の選手のコンディションよりもシーズン当初からのチームの理想型にこだわるタイプであり成績はかんばしくないチームの方針としては優勝を目指したチーム作りであるがシーズン中での優勝と明言することは避けている一面を持つ2009年にオリックス監督に就任した際にも優勝って よう言わないです。怖いです。そんな簡単に優勝できるとは思ってないです。とまで発言していた。例として、2010年のオリックス監督時に、チームはセパ交流戦優勝を狙えるポジションにいた。しかし岡田は相手、優勝という言葉を封印し、報道陣には、あれという言い回しを多用した。するとチームは交流選手位に立ち、オーナーの宮内義彦に、僕も、 あれとしか言いませんとまで言わせた。そしてチームが交流戦優勝を果たし、チームは記念グッズとして、あれしてモータの言葉が入ったシャツやタオルを販売することとなった。2010年のセパ交流戦では、指名打者制を使用できない、ビジターゲーム12試合のうち、11試合で当初8番に置いた。ドラフト会議ではこれまでのところ、指名重複した場合の抽選で九十運に、 恵まれていない。阪神監督時代は、高浜拓也を引き当てたのみで、通算1勝3敗と外れが先行している上に、オリックス監督として参加した2010年も1位、指名抽選で3連敗を期している。ちなみに1回のドラフト会議の1位指名抽選3、連敗は、史上初。さらに、翌2011年も1位指名は、外れで、通算4連敗中。 オリックス監督時代はチームの正捕手だった日高剛のリード面を再三批判した。キャンプ段階での日高のリード面に疑問を持っていたが、シーズンに入ると大量失点を繰り返したこともあり、2010年には打率はそれほど悪くなかったものの3度も2軍に降格させている。2011年以降は捕手に日高をほとんど起用しなかったが、2012年の終盤は、 伊藤光、斎藤敏夫の二人の保守を懲罰抹,抹消したことで、自身が休養するまで日高を保守として起用したが、その日高は、アレッサンドロ・マエストリの来日初関東勝利、前田裕二の初先発勝利をアシストするなど、高リードを見せ、起用に応えた。2004年に、投手コーチを務めた佐藤義則は退任する、際、頑固すぎる、人の意見を聞かないと苦言を呈した。 2005年の日本シリーズで阪神と対したロッテ監督のボビー・バレンタインはシリーズ終了後その時点の岡田を表して10年前の私を見ているようだとした。野村克也は2006年のシーズン前に落合のが常識の野球であって岡田の方がよほど変わった采配をしていると表した。野村は2008年の開幕前に観光した著書、ああ。 阪神タイガースから負ける理由、かつ理由の中で、岡田がサインを出さず選手任せにしていると、金本智明から聞き、監督の仕事を放棄している、理解に苦しむと記す一方、JFK のリリーフ陣を構築したことは、新しい方程式を作ったとして、素直に評価しなければならないとしている。その上でこの、6回までは、選手主導でやらせる JFK や選手任せは、 選手個々の問題意識を高める考え方に基づく可能性があり、もしそうなら名監督となる器かもしれないが、それは今後の阪神の成績が明らかにすると書いている。これに対して岡田は阪神監督退任後の著書、頑固力の中で野村が自分を何を考えているのかわからないと言っていることに、自分では自分なりの野球に対する考え方を持っている。 サインや作戦に関しても状況に応じて作戦は立てている。当たり前のことだ。どちらかといえば、野村さんと自分の考えは正反対なのかもしれないと記している。愛称は、ドンデン。ザウの名は、同一筋で、周囲の振り返や反対があっても、自分の信じた道を突き進めという意味。これは、岡田の父親と信仰のあった村山実が送った、 同一筋と書かれた掛け軸が実家に飾られていたことに影響を受けたとされる。色紙にサインするときにもこの言葉を添えることが多い。第三者にこの言葉が商標登録されていて話題になったこともあった。口癖は空そ,そうよ。これに由来する空そ,そうよという小酎も発売され、空、そうよとして自身の著書のタイトルにもなった。また何を指しているのか分かりにくい。 あれを多用する癖があり、阪神監督時代は何に対して指摘されているのかわからなかった若手選手のために当時レギュラー選手の赤星の広が翻訳していたこともあった。長男からは主語を抜いていることが多い、実母からはあの子は言葉の真ん中を抜かして話すことが多いという指摘がなされている。芸能界屈指の阪神ファンである松村国広は このような口癖に、阪神監督時代からの選手の呼び方などを、関西弁のイントネーションで盛り込んだ、生体模写を野球関連の番組で頻繁に披露している。現役時代に勤めた、日本プロ野球選手会会長時代より一貫して一、リーグ8球団制の提唱者である。クライマックスシリーズについては、そこで敗れ、日本シリーズ出場ができないと、 144試合もの長いシーズンを戦った努力と、家庭と評価の価値を否定されることになるとして、否定的である。また、数球団を渡り歩く、外国人選手が年俸を高騰させて、球団経営を圧迫したり、若手日本人選手の働き場所を奪っているとして、外国人出場選手枠の減少を、プロ野球改革の試案として示している。 有弁ではないものの思ったことを短い言葉で表現する直言が多く、人物に対する評価がしばしば辛口である。著書では、ストレス解消法として飲酒、カラオケ、手品や、任天堂 DS の脳トレを挙げている。また、吉本系などのお笑い番組もリラックスするときはよく見ており、夫人が録画したビデオテープをリビングに置いてくれたこともあった。 小学校低学年の頃から将棋を趣味としており、2008年1月24日に、日本将棋連盟からアマ三段の免状を授与された。将棋を覚えたランディバースとは、川と構造と共にその相手を務めていた。ルーキーの頃に、プロレスラーのアブドーラザ・ブッチャーが、こいつは、絶対に大物になると岡田に賛辞を送って以来、ブッチャーとは、交友がある。岡田の講演会。 岡田会は当時、ブッチャーの講演会もしていた。岡田は今でも恩を感じており、2005年の阪神のリーグ優勝の際には、祝賞会にブッチャーを招待するプランもあったが、実現はしなかった。元サッカー日本代表監督の岡田武史とは、同じ大阪市出身、同性、早稲田大学の同級生、プロスポーツ監督と共通点も多い。また、共にタイガースファンである。 岳子の方が一切上であるが、岳子側は一年同人しており、そのため、秋信と同級生であり、同時期に野球部とサッカー部の首相をそれぞれ務めた。にもかかわらず、両者の接点はなかったが、2009年に、雑誌、スポーツグラフィックナンバーの、早稲田力特集で初対面の両者による対談が行われ、以後交友を思った。また、 元サッカー選手で現在サッカー解説者の長谷川、春久は高校の同級生にあたり、こちらも現在でも進行がある。レギュラーシーズン12012年9月25日より休養。監督代行は森脇浩二に2012年欠場した9試合は監督成績に含まないポストシーズン初記録説明の記録その他の記録、阪神タイガースのマスコットガールだった。 岡田真由美とデュエット原辰則、高橋義彦、宇野正る、遠藤和彦、荒木大輔と共にコーラス参加。出演本数こそ少ないが、インパクトのある CM に出演している。ありがとうございます。